北朝鮮が今年4月に発行したものと推定される記念硬貨に比較を強調するスローガンと絵柄が描かれ、注目を集めている。3日、民族和解協力班国民協議会の関係者によると、北朝鮮の中央銀行は今年の記念硬貨を発行した。当該硬貨は4月に発行したものと推定される。 同関係者が入手した記念効貨には、朝鮮半島の比較化、世界の平和と安全守護と刻まれている。また、記念効貨の中央部分には、N 書かれた各ミサイルと見られる物体を手で押しつぶすようなイラストが描かれている。今年の記念効貨が発行された時期が、4月頃という点で目を引く。 今年2月のハノイ米朝首脳会談以降だからだ。北朝鮮は記念効果を通じて、比較化の意思を対外的に強調しているとみられる。